理念とか社会貢献がないだって話しましたよ。でなぜかというと、今ビジネスって言いましたが、商売って何かというと、まあ、ビジネスとか商売って何かというと、相手の役に立って相手からお金をもらうということですね。だから我々はどのように相手に役に立つのか、どのようにお客様に喜んでもらうのか、それを変えたのが何かというと理念ですね、まあミッションということがありますので、ね、だからそういうものを明確にしないと何かというとずれていくんですね。本来としてはずれていくことが大きいわけです、だからここで後で話すか分かりませんが、企業の大型倒産ってことですね。で企業の大型倒産って何かというと、基本的には本業でないものに投資するんですね。何かというと株、土地、ね、あるいはそういう相場、儲け話です。で大体そういうとこが大型倒産するんですね。で何かというと、それでね、本業だけやってる企業であんまり大型倒産することはないんですね。で大体そういう関係で不動産投資とか株投資とか相場とか、大体そういうとこやったとこがおかしくなるんですね。あとさっき言った志向っていう会社もそうですね。あの本業だけでやってたらそんなにね、停滞倒産なかったんですよね。しかしそういうことやってたんで倒産してしまったということがあるので、やっぱり自分たちの会社がこう軸から離れないために、そういう理念とかっていうものもね、出てくるということなんです。まあ、このセミナーであんまり理念のことは話しませんけど、その別の軸になるものもね。